さあここはアウトカウント増やすことなくマリーンズはランナーを三塁に進めることはできました。そうですね、まあ、本当頭の四隅にスクイズっていうのをね、そうですね、頭入れとかないといけないですよね、はい、ここはバッター荻野、この打球がレフトの前、レフト突っ込んで突っ込んで、どうだ、取れない、ヒットになった、バッターランナーセカンドへ、平内がホームに帰ってきました、2対1、9回の表マリーンズ勝ち越し。打球は詰まっていたんですが、詰まったのが幸いしましたね、懸命に江川突っ込んできたんですが、ボールが前に弾んでいます。荻野も完全に詰まった打球、しかしバットは振り切っていました。それが逆に良かったですよね、この打球で江川懸命に前進、ボール取れません。平内ホームイン、バッターランナー荻野隆もセカンドへ、ノーアウト二塁、1点勝ち越したマリーンズ2対1。